ヨルピオロッペカサス田中でございます。おたゆレコードのミノルと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この二人だけで動画撮るって初めてですよね。そうですね、初めてですね。アラフォーコンビで、アラフォーコンビで昔あの陽介管理人と一緒に台車の動画を撮ったのを覚えてるんですけど、それではちょっとコラボレーションコラボレーションさせてもらいましたけど、なかなか一緒、ね、一応ね、店長同士。あ、そうですね。あの、おたいオーディオの姉妹店の、はい、DJ 機材などの販売をしてます、おたいレコードという部門の、店長の荒川と申します、はい。はい。10年ぐらいですか、勤務的には。そうですね。まあ、その前にも1回、5年ぐらいされてるんですけど、全部合わせたら結構、3、4年ぐらい。結構長いですね。ぐらい。はい。という。大先輩に当たるわけです。ということで、はい、今回はこの2人が、はい、ちょっとイベントの紹介ですね。ことなので、ね、そうですね、イベントの紹介ということで、はい、イベントの名前はちょっと私から、はい、お願いします。これはヒストリー・オブ・ロック、そうですということで、はい、ファイナル・スペシャルって書いてあるんですね、はい、というイベント、はい、イベントが12月19日火曜日あるということで、これどういうイベントになるんですか、ヒストリーオブロック、まあ、ロックっていうのは、そうですね、なんとなくわかるんですけど、このイベントは、うん、もう何回ですかね、結構長いこと定期的に開催してまして、で、あの場所はあのリタさんって言って、まあ、栄にあるんですけど、今ギャラリースペースだったり、うん、イベントスペースだったり、いろんなあの多目的スペースという感じで、あのカウンターもあって、まあ、いろんなことやられてる、うん、うちの例えばですけど弊社もその展示会とか新しい機材の展示会やらせてもらったりとか、あのいろんなセミナーイベントをやらせてもらったりとかすることがあるんですけど、もう今回もこのそのうちの一つという感じで、で、ヤマハさんのですね、うん、サポートを受けまして、ヤマハのサポートということですね、はい、うん、でヤマハさんに、まあ、いわゆる、まあ、ピュアオーディオと高音質な、はい、サウンドシステムを持ってきていただいて、うん、はい、で、ゲストの解説者の方などをお招きして、はい、で、まあ、過去ですと、はい、今回は60年代ロックみたいな感じで、だいたい年代を決めて、はい、そのこの年代のロックを聞くみたいな、聞いて聞きながら、まあ、その解説、時代背景だったりとか、そういうの解説をしますみたいな、で、っていうイベントなんですよ、うん、で、まあ、その主にはそのロックの歴史を振り返りながら、ロックをみんなで聞くと。なるほど。で、まあ、その音がすごくいいよと、うん、で大きな音で、うん、いい音響で聞けるので、まあ、ロックの勉強もできつつ、いい音を楽しめると。ああ、なるほどなるほど、はい、でまたあのここはお酒の提供もある場所なので。あ、そうなんですか。お酒も飲める。はい、後ほど出るんですけど、はい、入場料はいただくんですけども、はい、ワンドリンク込みになってまして、はい、その後もじゃんじゃん飲みたかったらご自身で、そうなんですね、注文いただければ全然注文できますというイベントです。いや、めちゃくちゃ素敵なね。そうなんです。イベントというかシステムですね。そうなんです。そんな過去、やるすごく初回から大好評で、基本完売してるんですよ。なるほどなるほど。で過去その一番入った時には、はい、もう止めたんですけど、はい、当日それをまあ知らずに見えた方に、はい、もう、はい、その場で臨時で席を作って、まあ、入ってはいただいたんですけど、まあ、無理ですとはいう話はしてないんですけ ど、まあ、そういったぐらい、うん、過去好評だったんですね。でその後やっぱコロナが来ちゃって、でコロナ禍を経て、でコロナの中でもその、うん、まあ、人気なイベントだったので、実は YouTube でやってまして。あ、なるほどね、はい、なるほどなるほど。 YouTube でそのイベントを、うん、やってます。それはページの概要欄に書いてある URL の一番下のところで見ていただけるんで、はい、まあ、イベントの進行としてはこういう感じでやりますよというのを見ていただけます。でもやっぱりその生の音響の臨場感だったりとかっていうところは、やっぱ現場が素晴らしいので。あ、じゃあ今の話でいくと、コロナ禍はやってないってことですよね。まあ、やれなかったですね。やれなかった。なので、おかしな話なんですけど、はい、おたゆオーディオプレゼンツなんですけど、はい、いや私よりもね、あ、そうです、おたゆレコードの店長が詳しいんですけど、私入社してから一回も多分やったことないので、あ、そうか、なので改めて今ちょっと教えてもらってるんですけどね。はい、
そうです。そういうことなんですね。こんな感じで。で、今回はですね、まあ、残念ながらファイナルスペシャルということで、最後になるんですね。じゃあ、私にとっては最初で最後になっちゃう。そうですね。いきなり最後、はい。最後のイベントになりまして、で、今まではその何年代何年代ってやるんですけど、やっぱりその、この時間の中で、50年代、60年代とかって縛っても、紹介しきれないんですよ。このアーティストもかけたかったんですけどみたいなことになって、いつも時間いっぱいでもう泣く泣く終わるみたいな感じで進行してきたんですけど、まあ、今回はですね、まあ最後なので、6 for all ages 編ということで、全部のもう年代問わずですね、あのロックの歴史をザーッと駆け抜けていくという感じで、だから1曲フルで1曲流すっていうのはもうほぼ無理なんですよ。それはちょっと難しそうですね。時間が難しい、まあ、過去でも難しいんですけど、そういう感じで、まあ、ロックをの歴史を追うと、本当にロックが好きな方、あとは、まあ、こうそういう、まあ、お便りとしてもなかなかその企業を場所に持って行って視聴会っていうことが、まあ、ここの視聴室ではコロナ前はあのちょいちょいあったとは思うんですけど、私が入社してからないですね。そうですよね、はい、そういった、そのかそういった環境で、あの堅苦しくなく、はい、音楽が好きでただただロックを聴きたいと、あの私はこんなロックが好きだとか、まあ、いろんなあの申し込みの時に好きなアーティストをお伺いするような欄があったりもするんですけ ど、まあ、ロックを楽しみたい方、あのヤマハのスピーカーどんなもんなのかなというふうなあの方も全然十分大丈夫ですし、はい、あのとにかく気楽な形で来ていただけると、まあ、楽しめるイベントにはなっております。なるほど、なるほど、はい、そうか。12月19日火曜日って書いてあるので、はい、何時からですね、あのお仕事終わってから来れるような時間にして、仕事終わってから帰、はい、行ける行けます。すいません、ここですか。19時スタート、あ、19時オープンですね。で19時半スタート、で、一応22時30分頃終了予定。結構時間的には長いですけど、でもそれだけのボリュームだとすぐです。いや、本当にすぐですね。で、途中入場、途中退場、まあ、なんか予定があるとか、仕事がちょっと俺でも遅いとかっていうことで、でも全然その最初からじゃないと入れないとかってことはないので、っていうわけではないということですね。はい、お気軽にという形で、栄というね、立地とお酒が飲めるっていう条件と、ね、会社帰りっていったらもう行くしかない、もう音楽好きなら。かなり、まあ、平日で翌日仕事の方も多いと思うんですけど、でも本当に素晴らしくですね、まあ、ゲストの方はこれからご紹介するんですけど、素晴らしいあのゲストの方が見えてですね、あ、ゲストがいるんですね。そうです。でゲストの方が、はい、お呼びしてるんですけど、はい、で、いつもこのヒストリーオブロックはこのお二方を、はい、いつもお呼びをしてまして、はい、で、まずお一方が、はい、ノイリーさんという方ですね。ノイリーさん、はい、この方は DJ をやられていて、で、バング・ザ・ドラムっていう名前のイベントが、ロックのイベントがもう超老舗イベントがあるんですけど、その主催の方で、もうものすごくロックに詳しくてですね、結構最近でもその若い子 の、 あのバンドとかフェスティバルとかでも、まあ、名前がある方なんで、結構そのアーティストの方とかとも交流が深かったりだとか、はい、そういう、すごくロック、もうロック、名古屋のロック DJ といえばという感じですね。ノイリさんという感じなんですね、はい、なるほど、なるほど、というノイリさん と、あともう一人鈴木さんという方ですね。鈴木さん、鈴木さんは、レコードショップのマテリアルというレコードショップをオーナーも務められてる方なんですけど、鈴木さんもすごくロックお詳しくて、あとは、まあ、鈴木さんに関してはすごく、まあ、ロックも当然なんですけど、まあ、あらゆるジャンルに精通されてるんで、いろんな視点で多分その音楽を聴かれていると。なるほど。で、あとは弊社の社長の洋介管理人と、洋介管理人も来るってことですね。そうです、はい、登壇して、はい、その基本的には3名でお話をしつつ、ヤマハからも、はい、ヤマハさんから稲垣さんという方が見えます。稲垣さんと、まあ、嫁4人で、こうだよねっていう話をしながら、まあ、みんなでこううなずきながら、そうだよねとか、あ、そんなバンド知らなかったとか、このバンドはこうなってこうなったんだよねみたいなこととかを、そのすごくコアな背景を話しながら、音楽を楽しみながら、お酒も楽しみつつみたいな、まあ、お酒は別にありきじゃないんですけど、みたいな感じで、過ごすことができる、かなり濃密な。いや、それは濃密かつ超楽しい感じじゃないですか。すごい楽しいですね。しかも、はい、あれなんですよ、
ヤマハの高級スピーカー、そうです、高級オーディオ機器で、そうなんですよ。毎回これシステムはその時によって違うんですけど、うん、今回の、はい、僕はオダイレコードの方の人間で、はいはい、ちょっとサウンドシステムについては、はい、田中さんより詳しくないか、はい、ちょっとペガサスの方が多分教えてほしいです、はい、今回の予定視聴機器は、はい、スピーカーが NS3000、はい、NS3000、はい、レコードプレイヤーが GT5000、はい、CD プレイヤーが CDS3000、はい、ネットワークレシーバーが RN2000A、はい、プリアンプが C5000、はい、パワーアンプが M5000、はい、ということで、どうですか。いや、もう、はい、もうはっきり言ってハイエンドですね、うんうんうん、ヤマハの、ほぼフラッグシップに近い、うんうんうん、システムで、まあ、スピーカーは上から2番目なんですけども、これだけでも100万しますし、レコードプレイヤーも、はい、一番いいやつで、CD プレイヤーも一番いいやつで、ネットワークレシーバーも一番いいやつ、プリアンプもパワーアンプも一番いいやつということで、トータルでどうかな、500万ぐらいのシステムなので、まあ高級車がね、うんうん、買えちゃうぐらいの環境で聴いていただけるんじゃないかなと思いますし、あのね、ひょっとしたらおたいレコードのお客様も見てらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、ピュアオーディオ、はい、おたいオーディオのファンの方であれば、まあ、十分ね、うん、おーおーいいねって言っていただけるシステムじゃないかなというふうに思いますし、自信を持って多分ヤマハさんもね、うんうん、聞いていただけると思って多分持ってきていただけるんじゃないかなと。なるほど、そういう機会たちです。なるほど、そうですね、この5000シリーズとかってそうですもんね、うん、一番いい5000はフラッグシップです、ね、5000は、ね、みんな100万みたいな、そんな感じです。もう本当にそう、うん、おたえレコードのお客さんも結構来てくださるんですよ。で、いつもやっぱ年代に分けてたので、うん、その年代によってその来ていただけるお客さんの年齢層が違う、違ったりもしますね。まあ、私はビートルズが青春でっていう方も見れば、あの2000年代のこういうロックが好きでっていう方も見えますし、まあ、いろんな方見えるんですけど、とにかくでもあのすごくそこからもう昔 の、 その50年代60年代から今の今までのロックを結構知り尽くしてる方が解説に入っていただいてるんで、なんかこう例えばこのバンドはこういうバンド、昔のバンドに影響を受けてこうだったとかって、うん、そのなんかこう別に今と今が分かんないからとかっていうことが全然ないような、もう解説が本当素晴らしくて、で音が本当にいいので、もうなんかちょっとこううるっとする瞬間も私も何回か参加させてもらったんですけど、そんな感じになっちゃうぐらい、やっぱり音響が良くて、いい、私もロック畑の人間なんで、もともとうわーみたいな、もう本当今日良かったなって、やっぱりいい音で好きな音楽というかジャンルだったりとかを聞いたり、こう年が大きくなると何かを学ぶっていう機会って本当になくなるじゃないですか。だから何かこう勉強するというか、何か一つ新しいこと知れて帰れるっていうのが、その好きな音楽でいい音でとかいい環境でっていうところが全部こう一緒になったようなイベントで、なるほど、そうだから毎回こうすごくたくさん来ていただいてるんですけど、まあ、今回はそのコロナ禍を経てっていう感じですね、ようやく開催ということで、ようやく開催、結構楽しみにしていただいてて、すぐにご予約いただいたお客さんもたくさん見えますし、ただちょっとですね、スペースに席数がスペースはそんなに狭くないんですけど、はい、席がちょっと限りがあるので、ね、なるほど、お早めのご予約いただきたい。なるほど、はい、で満席でさっき結構何人ぐらいですか。大体そうです、30人はちょっと厳しいかもしれないですね。なるほど、席の兼ね合いとかで、それは結構早めに、そうですね、いや皆さんで応募というか、あれですよね、ウェブで、事前にウェブで登録できるんですよね。そうです、はい、で気になるお値段、お値段はですね、前売りチケット、これがその今から、はい、概要欄に書いてある URL からお申し込みいただいた方ですね、はいはい、が、お一人1500円でワンドリンク付きになります。なので1500円を払って、当日会場で払っていただいて、はいはい、で、ドリンクを好きなドリンクが1杯飲めると、うんうん、で、その事前のご予約がない と、当日チケットで2000円になってしまう、うん、2000円でワンドリンク付き、うん、ちょっと500円上がってしまうので、まあ、でもちょっとその忙しくて今日早く上がれるか分かんないなっていう方でも、もちろんそのキャンセルしたからどうのって話はないので、はい、じゃあもう絶対に最初に前売りチケットをこれそうかなと思う方は事前に予約をしていただければ、特にそんななんていうんですか、絶対行けなきゃったら困るとか来れなかったらどうのとかではないので、なるほど、ぜひご予約をいただければ。それはね、絶対ちょっとその、そうです、いいですね、前売りがちゃんと把握、ある程度席数が把握できないと当日本当にお断りしなきゃいけない場合が出てきてしまうので、ちょっとそういう意味で事前に、それは悲しいですね、そうです、事前に
チケットを予約を。なるほどなるほど。いただきたいなと。まあ、でもこれ今のご時世ワンドリンク付けでこの値段でこのクオリティでこの時間過ごせるってちょっとありえなくないですか。そうですね。いや本当にそうなんですよ。いや本当になんか3000でも4000でもなんか全然いけちゃうくらいの、うん、値段のような気がしちゃうな。個人的にはそう思う、なんでシステムのサウン、うん、ヤマハの音を聞きたい方もいいですし、うんうん、もうそんなことはどうでもいいと、うん、もうロックが好きだからロックの話を聞くよって方も、うん、全然来ていただいて、でもそういう方ほどこんなに違うのっていう感動はやっぱあるので、うん、そのオーディオ目線だったり、うん、そのオーディオってやっぱ高いもの違うんだなって思っていただけるいい機会でもあり、うん、という感じですかね。なるほど、はい、私から質問なんですけど、はい、どうぞ。今回システムがいろいろあると思うんですけど、過去って何をメインで聞くんですか、はい、レコードなのか CD なのか。あーでも結構まばら、うん、まあほぼやっぱ CD が多いわ。 CD が多い、なるほど、はい、でもレコードも3割ぐらいはあったと思いますね。なるほど。ただそのまあ当然 年代にもよりますし、うん、その音源はその解説するさっきの、ね、野入さん、鈴木さん、うん、あとうちの陽介管理人が、うん、持ち寄って。あ、持ち寄るんですか。そうなんですよ、もう皆さん持ってきてくれるんですよ。そうなんだ。なんか誰か用意するわけではないし、なんか Spotify でピッピッピでもないという、うん、なるほど、はい。まあ、場合によっては今回はあるかもしれないですけど、基本的にはその原版というか、うん、音源を用意して自分の持ってるものを持ってくると。 それ思い入れが全然違いますね。そうなんですよ、そうなんです。でしかもね、レコードね、ずっとブームで、うん、特にコロナの中でもうとにかくレコードの版が値上げになっているの で、うん、でレコード注目されている方多いと思うので、改めてレコードの良さも聞いていただきたいですし。そうですね、そうですね。ネットワークのね、今回レシーバーもあるので、うん、はい、まあ、ネットワークオーディオでかけることもおそらくあるんじゃないかなと思いますから、まあ そうですね、はい、まあ、そういうところに興味持っている方もね、うん、オーディオ見せてぜひ来ていただきたいな、うん、そう、なんか、うん、その差も、うん、やっぱ今、うん、さっきはレコードだったけど、うん、今回これはレコードで、うん、CD だったけど、うん、今回次はレコードでかけますとかって、うん、その差とかも、うん、結構楽しみ。同じ場、同じ楽曲で、同じ楽曲もあったと思います、過去には。本当ですか、はい、ちょっと今回はもう全ての年代を駆け抜けなきゃいけないんで、うん、ちょっとどこまでやるか分かんないですけど、でもやっぱりリマスター版とか、うん、ロックなんか特にあるじゃないですか、うん、多いですね、ああいうものを、うん、この時代は音が悪いなとか、逆言えばそういう話もあってとか、音質版と言われるリマスター版がどうなのかとかっていう話も、オーディオ的な話も当然ありますし、ロックの背景も知れるという、うん、まあ、本当に、ま、コアなイベントですね、うん、本当に老若男女、うん、年代問わず本当にみんな楽しめますね。そうですね、まあ、会場の立地もいいので、駅からでもちょっとあるんですかね、5分でも5分ぐらいですか、ね、あ、でも5分、あ、はい、全然ね、近いですね、5分だったらね、すごく素敵な場所なんで、うんうんうん、はい、最寄りの駅はどこなんですか。最寄りの駅は、矢場町かな、矢場町ですかね、うんうんうん、多分、矢場町だと思う、まあ、どっちも近いのかな、うんうんうん、っていう感じですね。じゃあ、ね、コメント欄に、私がそのリンクを貼っておきますので、はい、ぜひね、皆さん見ていただいて、ぜひお仕事帰りの方もね、もちろんそうですけど、はい、彼氏彼女でデート、うん、奥様連れて、うん、来ていただけるとね、いいんじゃないかなと思います。そうですね、で私も一応行く予定になってますので、はいはい、まあ、私がさすがに現場で飲んでることはないと思いますそうですね、飲めるのは飲んでもらえればいいと思うんですけど、はい、皆さんね、ちょっと顔がね、はい、私言ったペガサス知ってる方いればね、はい、握手でも、ね、はい、陽介管理にもいりますので、ね、みんなで握手して、なん、ね、なら抱き合ってもいいですし、そういうちょっと楽しいイベントになってますので、ぜひ、はい、もう一回言います。2023年12月19日火曜日、はい、ヒストリーオブロックファイナルスペシャルということでね、はい、これは絶対皆さん来てほしい。ぜひ。で、さっきも言ったように満席になる可能性非常に高いということなので、はい、前売り券買っていただいてね、はい、来れなさそうっていうぐらいだったら買ってください。そうですね、請求行くことはありませんので、そうですね、はい、ということで皆さん、はい、ぜひぜひご注目ください、はい、ということで、ね、今日は、おたいオーディオのペガサスとタイレコードの、アルガマがご紹介させていただきました、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。お願いします。